い、どうも、ハルです。今回は劇団スカッシュさんのこのゆうやさんが来ております。こんにちは、劇団スカッシュです。今日はね、僕がね、ハルくんにケーキをこう3つ買ってきたんで、まず1個ずつこうちょっと食べて、食べて、食べてやって、その後ちょっと目をつぶってもらって、俺がどれかをこう食べさせるから、それを当てるっていう簡単だけど、じゃあやってみますか。はい、早速どれから食べる。美味しい。まあ、ね、ショートケーキ大体うまいからね。あ、これ結構すごい分かりそうだね。そうだね、それは分かりやすいからね。あんまり俺喋っても分かるじゃん。なんかほんのりいちごっぽい、ほんのりいちごっぽい感じがする。もう一口。うんうん、いける。もうこれとこれの違いは分かった。それは分かる、ね、おお。これは結構最初に食べたやつと似てるんじゃない。真剣だね。真剣だね。マジに当てに来てるね。そうです。なんかスポンジが硬いよね。スポンジが硬い。おお。俺はだいぶ揃ってきたね。じゃあもう情報が。うん。普通のショートケーキといちごが強いのとスポンジが硬いの。それは分かる本当に。もう入れ。入れ。おお。じゃあちょっと目つぶっててもらって。そうだ。絶対。あれだよ、ズル出してよ。ズルしてんじゃん、ズルしてんじゃん、それダメだよ、それ、オッケー、もうつぶった。はい、もうつぶった、もう喋ってからちょっとね、早くしねーよー。さあ、どれ、じゃあ、目開けていいっていうまで開けちゃダメだからね。どれにしようかな、どれにしようかな。はい、はい、さあどうですか。3番目に食べたやつ。3番目に食べたやつ、もう分かった。これいいですか、それでいいですか。ファイナルアンサーですか。適当。いいね、これね、いくよ、多分違う、せーの、ベルー。これでしょ。じゃあ、これでいい、これでいい、うん、せーの、ベルー。え、違うの、これじゃ、せーの、ブーブー。すごい。正解はこちらのケーキでした。こちらのケーキがね、この女の子が用意してくれたっていうね、はい、ね、はい、ずるい。いやすごかったね。わかんないよ。本当に、じゃあ次やってみる、真剣勝負。よし、じゃあやろうよ、もう一回、もう一回いくよ。はい、どうぞ、食ってあげてください。楽しそうだな。はいはい、はい、このケーキは何のケーキでしょう。楽しそう。だ、これで当てられたら味覚が天才だよ。もう4つの力当てられる、うん、味覚がなんか、え、味覚の天才。ちょっと待って、なんかどれも減ってないわけです。減ってる減ってる減ってる、互いにかかって減ってる。じゃあこれで、うん、ブブー。正解はこのケーキでした。2連続それ食べたんだよ。今日はケーキ当てゲームでした。出ろー。またねー、またねー。ありがとうございました。